それではコーディネートタイム終了です。皆さん満足のいくコーデはどうですか？できましたか？できましたよ。すごい悩んだけど大丈夫。今満足でした。おお、よかったよかった。大丈夫だった。あ、でも探してきて、もうちょっと時間が経ってしまったのでお願いします。はい、それでは順番にコーディネートを見てみましょう。それでは準備が整ったみたいなので、ペイちゃんお願いします。はい、私の思うスミレちゃんに合うコーディネートはこちらです。3、2、1、どうぞ。うわー、もちよっしゃー、すごいね。紫色、はい、なんかポイントとかはありますか？ポイントはスケッチブックに書いた時はニットだったんですけど、うん、そうだね、ちょっとニットがね見当たらなかったので、スミレ色のブラウスっていうのかな、ブラウス、うんうん、ちょっと春っぽいブラウスに、うん、あとはこちらのプリーツスカートとタイトスカートが合わさった、うん、ちょっとおしゃれだなって、うん、これ新入荷って書いてあったのそこまでチェックしたんだ。ポイントですね。ポイントです。トレンドを抑えてるって、はい、なるほど。で、全体的に、うん、甘すぎず辛すぎずっていうのをちょっと意識してて、うん、バレンタインの時も甘すぎ辛すぎじゃなかったのよ。なんか、うん、いい感じのバランスだったので、うん、ちょっとそれを出してみたくて。そうですね、例えばほらカバンはめちゃくちゃシンプルなんですよ。おしゃれな、ね、そう、靴とかもね、すごく長さがいいね。長さいいでしょ。靴下短いっていうのがめっちゃ可愛いと思う。ちょっと透けて思います。透けてる、ちょっと透明、透明、ちょっと透けてます。はい、はい、ということでペイちゃんありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ可愛かったね。可愛いね。ミレちゃんっぽい、ミレちゃんっぽい。続いてリーちゃん、よろしくお願いします。3、2、1、どうぞ。おー、かわいい。女の子感が強いね。原宿に行く、これイメージ通りだね。ね、なんかポイントとか。ポイントは全体的にソンマークーです。ソンマークーです。ソンマークーです。確かにそのままクークーです。ポイントは、うん、ピン。ピン、かわいいよね。コマちゃんのピンク、大丈夫、大丈夫、大丈夫と、うん、靴下のコマちゃん、お揃いなんだね。コマちゃんすごい、靴下にリボンついてるよね。リボンついてる。リボンがいっぱい、リボンいっぱい、リボンがいっぱい、いっぱい。そして3つです。3つなの？3つ、これも単品で、中のワンピンも単品で、外のこれもワンピン。あ、そうなんだ。あえて、あえてつけたんだ、りーちゃんが。そうなんだ。3個合わせました。すごい、すごい、おしゃれ、おしゃれ。原宿文化大好きのくーくーちゃん、大好きの15歳の高校生らしく固定しました。ありがとうございます。素敵です。はい、じゃありーちゃんありがとうございました。ありがとうございます。かわいい、かわいい。それではさゆりんの準備が整いましたので、よろしくお願いします。はい、それではかのんちゃんのコーデまで3、2、1、どうぞ。おボイッシュに仕上げました。イケメン、ありがとう。イケメン。ポイントはどこですか？ポイントはやっぱちょっとシンプルなのが多分好きなのかなって。そうだね、そうだね。あとなんか帽子、帽子、帽子が一気にボーイッシュ感上がるかなと思ってつけたのと、多分、うん、スカートあんまり履かない子なのかなって、足出したくない子なのかなって思って、こういう感じにしました。かわいい、ありがとう。スッキリしてるね。だと店員さんに、私サロペットの色はちょっと迷って、店員さんに聞いたところ、この色が春っぽいですよって言ってきたかったので、こういう感じに仕上げました。超かわいい、ありがとうございます。ということでさゆりんありがとうございました。はい、ありがとうございます。かわいい。
それでは続いてなこたんよろしくお願いします。はい、じいちゃんのコーデまで3、2、1どうぞ。イエーイ、ぽいぽい、ぽいぽい、じいちゃんだわ、ね、いいね。ちょっとお団子が見当たらなかったんで、これも髪型込みで見てみましょうか。オフな感じで、なるほど、いいかなと思って、うん、ポイントとかはある？できるだけ私が自分で、うん、あの描いたイラストに近い形にしたいなと思って、うん、残念ながらたこ焼きをちょっとそうだね、なかったんですけれど、ね、たこ焼きを描いていいかなとか思ったりしたんだけど、いやいや、でも言ってた、出るとこれ、あ、うん、あ、穴が開いてない、かわいい、おしゃれなね、そう、これをつけて前だけちょっと入れてるのをイラストで再現してたんだけど、多分そんな伝わってなかったから、そう、ここもで、あのすごいシンプルだね、あんまり柄がなくて、そうだね、でもちょっとあの太もも失礼します。あれ、いいからいいから回してください、ちょっと回しますね、はい、これこれこれ、これ後ろに、うん、ポテチ、ポテチあって、あ、ポテチ、え、すごい、ポテチ、あ、かわいい、見える見える、見える、そう、かわいい、前がすごいシンプルだけど、うん、遊んでるところもちゃんとあって、元気なところが出せるかなと思って、私の足元にクマがいるの、クマ、あ、おさらっち、おさらっち、おさらっち、そう、クマがいまして、りーちゃんのリボンとはまた違った、ちょっとスニーカーに合うようなスポーティーな感じにしてみました。じいちゃんっぽい気がする、ね、確かに、ね、そう、いつでも踊れるっていう意味で、確かに、なるほどね、でもあえてちょっとスカートにして可愛さを、うん、いいね、かわいい、かわいいです、かわいい、じゃあなこたんありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは最後に、なぎちゃんよろしくお願いします。はい、れんちゃんの私が思う私服コーデはこちら、3、2、1どうぞ。ちょっと待って、ポーズ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 、何ですか、ポーズ、手と足、手と足が、ね、手がこうなってるのよ、すごいのよ、何それ、コーデがね、コーデ、音がね、れんちゃんさ、うん、なんていうの、綺麗なね、清楚系の綺麗系で、結構大人びてる服装が多いので、ちょっとそんな感じで揃えてみました。見てください。めちゃめちゃ可愛い。スカートと上がこれ分かれててセットアップになってるんですけど、それをね一緒に着てワンピースのような。かわいい、ました、かわいい、ピンク珍しい気がする、そうだ、ちゃんは、私が考えた ね、あのコーディネートのイラストがピンクと白だったので、うん、そ、ね、それに近づけるかなという感じで、このバッグを取ってちょっと失礼いたします、失礼します、この伝わるかな、このね中がスケスケなの、あ、見て、とても可愛いですよ、この覗きスケスケ、どういう肌けちゃって、あら、かわいい、そうなの、私が求めていたあの腕の、ね、ふわっと感が欲しいなと思って見つけちゃいました、よかった、はい、こんな感じです。髪下ろしてるれんちゃんすごい想像しちゃった、ね、今、うん、感じで、確かに、うん、はい、そんな感じでございました、はい、なぎちゃんありがとうございました、はい、ありがとう。さて、5人ともコーディネートを発表したところで、ここからは投票タイムです。はい、特にメンバーらしく、なおかつ可愛いと思う自分以外のコーディネートをせーので指さしてください。いいですか、はい、決まりましたか、迷うよね、迷うな、めっちゃ迷うよね、悩むな、いいですか、決まりました、 OK、 いい、また、じゃあいくよ、せーのでいきますよ、はい、はい、せーの、じゃん、誰、じゃあペイちゃんから、誰、なこちゃんです、お、じゃありーちゃんは、なこちゃんです、お、私りーちゃんです、私もりーちゃん、なこたん、あ、なぎちゃんは、ペイちゃん、うん、ということは、にと、なこ、りーちゃんが2票、なこたんが2票、ペイちゃん、ペイちゃんが1ということで2-2になってしまったので、ちょっと私たちだけでは決めれないということで、ちょっとあのコーディネートのプロの店員さんに最後決めていただきたいなと思います、ね、確かに、確かに、はい、それではじゃあみんなで読みましょうか、はい、せーの、店員さん、
よろしくお願いします。じゃあこれは最終的にリーちゃんのこのコーデと、はい、なこちゃんのこちらのコーデどちらが良かったですか？はい、そうですね。どっちもピンクですごい可愛らしい感じかなと思ったんですけども、はい、はい、私はこちらを。リーちゃん、リーちゃん。担当メンバー私服コーデバトル勝者はリーちゃんです。こちらです。リーちゃん、すごい可愛いよね。なんかちょっとよろしくお願いします。はい、あのクークーちゃんのイメージで自分がなんか絶対着ないの着ないの選びました。着てそうだもんね、クークーちゃんね、うん、はい、ソンマクです。ソンマクです。ソンマクです, ソンマクです。店員さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでそんな優勝者のリーちゃんには、はい、ちょっとご褒美があるのでちょっと取ってきたいと思います。リーちゃん、あ、リーちゃん目隠しでお願いします。目隠し、向こう向いて、向こう向いて、リーちゃんの方向いて、リーちゃん後ろ向いて、そういうことごめんごめん。よし、じゃあ取りに行ってきます。やったらしい。なにあーすごい、リーちゃん、あーこっち見てリーちゃんすごいすごい、リーちゃん、はい、おめでとう。見ておめでとう。すごいすごい、おめでとう。見えるリーちゃん、リーちゃん、リーちゃん重いみたいよ。重い重い、大丈夫。でもこの衣装ぴったりで、衣装と確かに、ね、そうだもんね。そう、みーちゃんおめでとう。おめでとうございます。重い、これ、これね、ご褒美のキャンディーです。これすごい、すごい、見えない、すごい、見えないって書いてある。すごい、どうやって食べるんだって、これ丸かじりじゃない。丸かじりじゃない。みーちゃん、これをじゃあ今日は家に持って帰ってもらって、はい、ということで本日のチャレンジはいかがでしたか？楽しかったです。楽しかったです。本当に楽しかった。よかったね、よかったね。キャンキャンキャン、すごいよかったね。めっちゃ重そうだったね。なんかメンバーのことをね、なんかメンバーの性格だったりよくね深く知れるような企画だったんじゃないでしょうか。それぞれちゃんと個性が、そうだよね、みんな違うよね。テイストが違って、でもぴったりだもんすごい迷ったよね。ありがとう。もしかしたらこのコーディネート今後さ、うん、なんか着ちゃったりするかもしれないんじゃない？うん、マジ？そうなの？知らないけど、聞いてないけど、誰が着るの？メンバーリンクちゃんがもしかしたら着るかもよ。みんな着るかもしれないよね。だからリンちゃんが着るかもしれない。でも絶対似合うんだよね。今すぐ着ていただきたいぐらい。確かに。それも含めて楽しみ、楽しみにしててください。はい。それでは今回のチャレンジはここまでです。引き続きリエラの応援をよろしくお願いします。バイバイ。